アミラス、それがお前の使命だ。本当に言ってしまうのね、マリカ。私、どうしても最初を好きになれないんです。あの者、近頃人代わりがしてきたような。お母様、お父様はなぜ私と最初を結婚させようとなさるの？お父様、変わってしまわれた。今では何でも最初の言いなり。ごめんなさい。私、最初と結婚したくないから出ていくんじゃありません。え？それだけだったら、こんな逃げるような真似はしないわ。感じるの。恐ろしいことが起きる予感がするの。それが何かわからないけど、ここにいてはお父様やお母様、いえ、みんなを巻き込んでしまう。それだけははっきりとわかるの。だから、行かなければならない。逃げるんじゃないわ。それが何かを知るために行くの。ありがとう、お母様。最初、ケタックの森が見えます。獲物が一つ増えたようだな。皮が硬そうだ。俺の矢は鋼鉄をも射抜く。
何が何だか。あ、僕の名はピート、マスターなんかじゃないよ。壊れちゃったのかな。お前はマスター、マリカ様のお供のロボットじゃないか。ロボットだって？僕は人間だ。あ、人間はカシャーなんて音しないよね。うん、しないしない。どういうこと？なんでロボットなんかになってしまったんだろう。わかった、わかったぞ。僕はマリカを守るためにこのテオに来たんだ。そしてマスターになったんだ。タピロもフィンフィンもケンプもみんなマリカを守るためにここに集まったんだ。